5番ぐらいですかね。勝俣のセカンドは根元あれ今日3つ目のイーグルっていう可能性がありますね。ありますね。今日は4番と15番で2つのイーグル。いや完璧。これはすごい。もう見たことないですね。20丸3つは。レイアップしての3点ですね。これは。少しもねここも左足下がり、下がりがねちょっと強いところなんですけど。フィッキーお手本のようなね素晴らしいショットですね。難しい1台になります。あまり上げられないでしょうね。中弾道のボールで距離感を合わせる感じですかね。まあこのようにさあきっちりとパーオン。堀川のバーディートライ。これはシンプルなラインですからなんとかいきたいですね。素晴らしい、はい、もう左のバンカーから少しフェードでしょうかね。振り抜きました。あ、ティーを拾いに行きます。良さそうですけど、はい、左のコーナー。おー、完璧。これは会心のティーショットとなりました、はい。ティーショットは左のバンカーに行ったソン・ヨンハンですがセカンドはライがいいということで。うわー乗せてきました。ソン・ヨンハン選手のうわ今日もノーボギー。さあ堀川のセカンドは。いやコントロールされてますね。来た来た、すごい。なんですかこれも。素晴らしい。まあこれぞというショットですね。そうですね、はい、なんかこうセミカーらしいこうキレのあるティーショットとセカンドが見られました、はい。まあいいショットのティーショットがねやはりもうアドバンテージになりましたねこれで。さあ池田勇太です。おここでは2アンダーですね。でこれがセカンドショット。池田選手らしい素晴らしいコントロールですね。完璧。いい読みですね。左ですかね。このリアクション本人ちょっとこう気持ち悪さあったかもしれませんが、かなり左足下がりで、ね、強い傾斜でしたけどね、はい、少しフェースがかぶったようなリアクションではありましたけど、はい、結果ピッチマークはすごいところについてます。